はい、ということでね、一フロア目が終わりましたけど、皆さんまだまだ来ますからね、続いて2階の方じゃ行ってみましょう。はい、ということで2階のフロアにやってきました。いやー、こちらはですね、はい、1階は用品がね、たくさんありましたけども、こちらはですね、もう全部こうみんな生態がこう並んでますので、たくさんの、生き物ねいますので、手前からじゃあ見ていってね、紹介したいと思いますけど、まあ、なかなかね、名前すら読み上げられない種類とかもね、こうあると思うんですけど、じっくりとね、こう映像見ながら皆さん見ていってほしいなと思います。カールシュミット、リッチテールモニター、お、サルバトルモニターのスマトラ、スマトラがいますね。そして、こんな感じで、まずね、今紹介しているところがこういったガラスケージがビシッとね、並んでるところですけど、あー、そして青舌のアザンティック、タニンバ青舌トカゲ、ハルマヘラ青舌トカゲ、おお、かわいい、手前にいましたそして、あ、下に行くと見て、うわー、トラキアアシナシトカゲ隠れてますね。そしてヨーロッパアシナシトカゲ候補、ワイルドウクライナワイルドコートって言いますけど、この子のサイズはよくねこう見かけるんですけど、アシナシでこのワイルドの子で、このサイズの子、ヤングサイズの子、この子なかなか見かけないので、めっちゃいいですね、サイズ感、まあ、成長していくのもこう見れるんじゃないかな。あ、下の出し方、こうモニターみたいなんですね、ピロピロピロってこう、アシナシトカゲちゃんって下出してくるかな。あ、出してくれました、ピロピロピロってこう、こういう出し方するんですね。そして、はい、こちら行きますと、サルバトルモニターが、あー、いっぱいいます。スマトラさん、かわいいですね。いつ見てもこうサルバ、やっぱベビー超かわいいですからね。あ、そして、こんな感じで、はい、生態入っております。宝石カナヘビブラックパール、めちゃめちゃ黒いじゃないですか。あー、そしてテキサスアリゲーターリザード、はー、こんな子たちもいるんですね、アリゲーターリザード。そして、お、いました、ナイルモニター、トーゴワイルドコート、はー、いいっすね、このサイズ感、かわいい。やっぱこうフォルム柄はナイル最高ですね。そして奥の方じゃ進んでいきたいですけども、裏側にもいっぱいいるので、こう逆側見てみますか。こんな感じ、メルテンスヒルヤモリ、かわいい、小笠原ヤモリ、単位生殖しますだって。へえ、そうなんだ、そうなんすね。そして卵ありますねへえ、単位生殖するんだ。下の方行くと、あ、この辺はヤモリちゃんゾーンですね。ヒルヤモリ、西木ヒルヤモリ、わー、この子綺麗だな、メルテンスヒルヤモリ、綺麗。そして隣の方行くと、おー、ここにはお化けトカゲモドキが何匹いるんですか、めちゃめちゃいるすごいいっぱいいる、お化けトカゲモドキ、超でかいレオパっていう僕はイメージなんですけどね。いろいろ産地もあるんですね、イーラムとか、ケルマンシャーっていういるんですね。で、この辺もヤモリちゃんがいるんですけど、カメラじゃね、なかなかね、こう捉えられないんですよね。そう、結構奥にいたり、生態自体が、あ、ソメワケちゃんはちょっと見えるから、ササクレヤモリ、ちっちゃいとかなり、まあ、映すの大変なんですけどね。あ、染め分けササクレヤモリ結構いっぱいいるんだ。ドイツ CB、ヘテロザンティック、ザンティックとかモルフあるんですね、染め分けちゃんも。そして、あ、西アフちゃんがいますね。おお、そして、おお、ラクビのキャラメルアメルな、ラクビのちゃんもいるんですね。尻尾だけ見えてますね、あの白い子。お、ハイナンだ、ハイナンマーブルビロードヤモリ、わー、綺麗。これなんか1階で見たタイガーサラマンダーに似てるな、柄が。ハイナンもいますね、タイ CB なんだ、へえ。ハスオビービロード、モリス、モニーリスビロードヤモリ、大変ですね、カタカナが並ぶと。お、そして隣の方行くと、バンドトカゲモドキ、うわ、かわいい、バンドトカゲモドキ、結構いっぱいいる。粒子、こっちが粒子なんだ、あ、粒子だから白いんだね。
こっちがヘテロ粒子がいるけど、ノーマルの子だよね。奥の方にいるみたいね。あ、ダイオウトカゲモドキ。そしてまた、裏側行くと、こちらにはヒメアゴヒゲ、あ、ヒメアゴヒゲ、あ、そしてグリーンバシリスク、ミドロ、ミド、ミドリガラ、ガストロカナヘビ。はい、じゃあ続いていくと、あ、クレスネット月光、クレスがこういて、ヤモリ本当に多いな、すごいな、こんなヤモリの種類がいる店舗は初めてですね。おお、そしてなんだここは、寄虫か。お、タランチュラ、ブラジリアンレッド、レッドランプ、カーリーヘア、タランチュラ、わあすげえ、ヒヨケムシ、ヒヨケムシですね。これね、ちょっと苦手な人は申し訳ないですけど、ちょっと全体のこう生態を見るっていう動画なもんで、ちょっと苦手な人はちょっとスキップしてほしいんですけど、この辺はベトナムイエローレッグ、あー、タランチュラも、あ、じゃ、タランチュラじゃない、サソリも、サソリもいますね。デューンスコーピオン、メキシカンレッドに、そして上の、うわ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 、これなんだ、コブラヘッドマンティス、カマキリですか。はあ、確かにコブラみたいな頭してます。そして裏側行きますと、こちらにはね、綺麗なガラスケージがブワーッと並んでますけど、イグアナちゃん、色塗りアガマ、オマキトカゲ、シミリストゲオイグアナ、オビトゲオアガマ、お、ケープバンデット、あ、フロクちゃん、あ、オルナタトゲオアガマ、おお、そして皇帝トゲオアガマ、はい、皇帝トゲオアガマですね。そしてうわー、ロイヤルバタフライアガマ、うわ、このサイズは久しぶりに見たかもしれないな、でかいね、やっぱバタフライ、いいっすね、かっこいいな。そして、お、トゲワガマがこの辺たくさんいますね。そして、あ、バナナスパイニーテール、グリーン、ブルー、レッド、イグアナ、あ、食べてる、ちょうど、かわいい。あ、そしてロシアリクガメちゃんたちもみんなお食事中でしたね。これかわいいね、こう群がって食べてんの、一生懸命食べてんの。ああ、そして隣も、はい、ケズメちゃんも、おお、トカゲちゃんもいるけど、ケズメちゃんもみんなご飯タイム。うわ、かわいい子がいるな、俺ケズメ顔かわいいな、ほんと。ああ、サイズがちょっとかわいくないんですけど、ケズメいいな、やっぱ。お、上にはグリーンイグアナ、スーパーレッド、綺麗な個体。で、あ、下もアラブギリシャリクガメちゃん、みんなで食べてますねいっぱい食べそうだな、こんだけいると。そして、はい、やっとですね、店舗の折り返し地点に来ました。はい、こちらにはヘビちゃんがいますね。この辺はヘビちゃん。そして、ここは、はい、展示のケースになってますけど、あ、いろんなヘビがいる。あ、セイブシシバナヘビ、チェッカーガータースネーク、ショウモンナメラ、クスシヘビ、クスシヘビ、お、そしてジャワヤスリヘビ、あー、いいなー、かわいい、ジャワヤスリヘビ、なんだなんだ。そして、隣のケースの方行くと、わあ、こちらにはボールパイソンがいっぱいいますね。ボールちゃんが、あー、この辺モルフォ探し出したら止まらないんでしょうね。ボマパイソン、モイラスネーク、ボールちゃんたちいて、そして裏側もですね、こちらケージたくさんあるんですけど、アルダブラちゃん、
そして、切れない限りし、あーこのほら食欲旺盛だね、これめちゃめちゃ爆食いだよ。おー、上にはグリーンイグアナの巣の、あ、ちょうどお食事中でしたね、これ綺麗だな。巣のダブルレッセーモルフですよね、アザンティックとアルビノとの東ヘルマ、かわいいな。カメの不器用そうな食べ方がめっちゃかわいいですよね、手を使ったりさして。そしてじゃあまた裏側行くと、この辺にもヘビすごいいっぱいいるな。ヘビは種類も本当にいっぱいいますね。パシフィック釣りボア、はい、そのまんまじゃあ行きますと、おお、こちらには水ガメがたくさんいます。水ガメが、おお、また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 と、この辺は、はい、この辺いっぱいいますね、カメもいっぱい、ほんと生態がいて、こうカタカナ読むだけでもう疲れちゃいましたよ。まだ2階なんですけどね、もう1階あるんですけどね、3階までありますからね。あ、みんな元気にこう泳いでますよ。もう木星ちゃん、木星ちゃん、我が家の子も結構大きくなってきましたね、ようやく。あ、カントンクサガメ、チズガメちゃんたち、お、ピンクキャラメルアルビノ、ミシシッピアカミミガメ、そして、この辺がジーベンロック、長首ガメ、ヒメカエルガメ、カエルガメ。そしてですね、裏側行きますと、おー、こちらにはね、はい、綺麗にみんなこう展示してありますね。フトアゴちゃんがたくさんいます。フトアゴも本当にね、種類いっぱいいますよね、モルフね、こんな感じでたくさんいます。ハイカラー、ハイカラー、ランキンスドラゴン、多い、いましたね、ローソンアゴヒゲ、真っ白のフトアゴちゃん。それではですね、スタッフの方に今ですね、フトアゴを出していただきました。はい、フトアゴはその我々ハチクラのロゴにもなってる通り、はい、かなり力を入れてる生態たちであるので、はい、うちなんかは初めていらっしゃるお客さんで購入されたいっていう方多くいらっしゃるんですけど、はい、安心してご購入いただけるように、はい、最初でもしっかり組めるセット等ご用意させていただいておりますので、へえ、全然お気軽に声をかけていただければ、はいはい、もう飼育セットみたいのがあるってことですか。そうですね、ページでこちらに書いてあるやつ、ね、はい、へえ、フトアゴだけじゃなくて、はい、ヨーパだったりとかコーンスネークだったりとか、そういうポピュラーな種類のセットだったら、はい、だいたいご用意させてもらってるんで。へえ、あ、そうなんですね、それはめちゃめちゃありがたい、ね、お気軽に声かけていただければいいのかなと思います、はい。ちなみにこれ出てきてもらった双子ちゃんはなんていうモルフになるんですか。スーパーレッドのレザーと、スーパーレッド、そうですね、レッドハイポのトランスになりますね。レッドハイポのトランス、綺麗ですね。そしてまあいろんなね、こうモルフの子も選べるっていうことで、そうですね、うん、かなりの数やっぱり在庫しているので、はい、いろいろ選びがいというか、気に入った子見つけられるのかなと思います。いや、いいですね、飼育セットが双子とボールパイソンも、まあ、ヘビ全般のと、あ、はい、レオパの、まあ、水ガメとか、そこら辺、あとリクガメとかもですね、ご用意させてもらってます。セットがあるのめちゃめちゃありがたいですね。はい、ということで、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではですね、皆さん2階が終わりましたので、続いて3階の方に行きたいと思います。サルバトールモニター、この子めちゃめちゃスポットでかい。